スクリブドはデジタルライブラリー、電子書籍、オーディオブック購読サービスであり、100万タイトルが含まれている。スクリブドはそのオープン出版プラットフォーム上に6000万の文章をホストしている。2007年にトリップ・アドラー、ジャリット・フリードマン、機カン・バーンスタームによって創業され、カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置くスクリブドは、コーサラ・ベンチャーズ、ワイ・コンビネータ、 チャールズ・リバー・ベンチャーズ、レッド・ポイント・ベンチャーズの支援を受けている。スクリブドの電子書籍購読サービスはアンドロイドよび、iOS スマートフォンおよびタブレットのほか、Kindle Fire、Nook、ok、パソコンでも利用可能である。購読者は、ブルームスベリー、ハーレ・クイン、ハーパー・コリンズ、フォートン・ミフリン・ハート・コート、ロンリー・プラネット、マクミラン、ペルセウス・ブック・グループ、 サイモンシュスター、ワイリー、ワークマンを含む1000の出版社から1月に3冊の本にアクセスできる。スクリブドは8000万人の利用者を有し、本のためのネットフリックスと呼ばれている。ウェブページに文章を貼り付ける企画として、PDF に似た文章フォーマットで、ウェブ上にて出力される、アイブイパーを使用している。アドビフラッシュで書かれており、 フラッシュが搭載されていれば異なる OS でもファイルが同じに表示される。すべての i p e p r 文書はスクリプドに保管されており、個人、またはスクリプドないコミュニティへの公開が可能である。i p e p r 文書はウェブサイトやブログにも貼り付け可能であり、フォーマットごとにレイアウトを考慮する必要がない。文書表示の際にはフラッシュにデフォルトで搭載されている。 ローカルシェアードオブジェクトが必要であり、搭載していない場合は白またまたは灰色の空欄が表示される。ありがとうございます。